隣終わりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。なかなか気づかないので、もっと言ってください。皆さんありがとうございます。ということでね、トマルタでございます。お兄さん、トレンディだね。うん、トレンディエンジェル、どうもよろしくお願いします。ということでございましてね、はい、ね、もうやってまいりましたけれどもですね、はい、皆さんもね、こう来ていただいているということでね、本当にまずありがとう日ということでね、頭皮見せさせていただきたいなということでございますのでね、お世話になってます。伊藤と畑中でオズワルドです。お願いします。お願いします。ありがたいですね。はい、我々オズワルドというんですけれども、もちろん初めて見る方もね、いるかと思います、ね。はい、一応聞いてみましょうか。はい、我々オズワルドの大ファンだよって聞いてみましょう。あんまそんな聞き方しないですよ、恥ずかしいんでね。あ、いますね。はい、もうこれだけいてすぐ数えられるくらいしてね。6人ですね。はい、ありがたいです。6人じゃ上等じゃないですか。はい、で逆にオズワルド見たことあるよ、聞いたことあるよって方が、あ、ほとんどの方が、ありがとうございます、ね。はい、じゃあ見た上でファンにはならなかったという、そういうことですよね。はい、非常にショックな始まりとなってしまいました。はい、ということで黒澤武哲と申します。よろしくお願いします。毎回出てきましたけれども、どうですか、相模原の皆さんは我々のことをちょっと知っていただいてるのかなってちょっと気になりましたね。ちょっと聞いてみましょうか。我々ウルトラビーズ、知ってるよ、聞いたことあるよって方どのぐらいいらっしゃいますか。あ、半分ぐらい。知らなかったからどんな気持ちで手振ったんですかね、今ね。結構ね、結構気分よく手振ってくれてましたけど、知らないおじさんですけどね、手振ってくれたってありがたいですよ。まあまあね、半分の方は知らないんでね、まあ、軽く自己紹介しておきますけれども、個人名が僕は佐々木隆弘と申しまして、はい、私は浜口京子です。まあ、ほぼほぼ一緒ですけど、まあ、今の季節ポンポンやってるんですけれども、このですね、ポンってこのホツツツっていう機なんですけど、はい、これを持ってるのが私、南條でございます。南條でございます。よろしくお願いします。ぜひお願いします。はい、このホツツツですね、はい、人気者とか呼ばれてまして、このいいポンが並んでるんですけど、ちょっとね、気合い入れた最高のポンを、はい、今日はせっかくですから皆さんにお届けして、縁起、ね、をちょっとお届けしたいと思います。縁起が良くなるかもしれません。はい、お願いいたします。一発の大きなポンいきます。お願いします。味のある居酒屋ではありますね。なんか誇りっぽいというかな、雰囲気がね、すごいですね。何で本当に最近
いやまだまだ慣れないですよ、会社が。あ、そう、はい、いや、お前の思ったらどういう人間と喋っていかなあかんわ。いや、喋りたい気持ちもあるんですけど、うん、こう何を喋ったらいいかがいまいち分からない。横の繋がり方強いね。あ、それはでも強いです。なんでよ、なんでよ、やっぱり。あー昨年の M1 グランプリがまあちょっと忙しくさせてもらって、本当いろんな仕事させてもらうようになったんですけども、あの今振り返って思うと、あのコンビ名でね、もうちょっとちゃんと考えてつけたらよかったなと思いますね。そのまま言うのに、おいでそうだと、おいでそうだって、こんなことになると思ってないんで、僕ら気軽に聞けちゃったってのはあるんですけども、で見た目もまあね、黒髪のメガネのまあこんな感じで、スタッフさんとかが多分もう混乱してるんですよね、どっちがどっちが。で、ゴガとゴザって二文字っていうのもあって、なんか台本とか見ててももうごっちゃになってんやろなっていうのがよくあって、あの素人さんと僕ら3人で行くロケとかがありましてね、で素人さんの名前、セリフ、台本に書いてて、で、漢字で織田、セリフって書いてて、次においでやすセリフって書いてて、お名前やわ。じゃあ、どうぞ。つけてでもいい。あ、つけてつけて。うわ、これ私の企画だよ。じゃあ、入れしい。入れは違うね。ネックレスや。めっちゃ可愛い。よかった。本当、その笑顔が見れるだけで、今日一日の。お風呂が沸きました。下がれよ、お風呂。おい、全部うんちくんはうんちくんや。これ今ええところやから黙って聞いてね。本当その笑顔が見れるだけで今日の一日の疲れも全部吹き飛ぶわ。これから一生その笑顔を大切に守っていくな。その中で一つだけお願いごとしてもいい？お願い。死ぬまでに100万回愛してるって言っててもいい？頭が湧きました。やかましいわ。